What's up everybody? It's your boy Kenji here. はい、どうもして、ケンジでございます。今回の動画はですね、α7-3 今使っているこのカメラについてお話をしていきたいと思います。Let's go! はい、まあちょっとご飯食べてきました。で、さてさて本題の方に入りたいと思います。まあ α7-3 ね、今この使ってるカメラ α7-3、僕買ったのが2018年11月から買って、まあ1年ちょっとぐらい使って、まあ今までのクライアントワークとか趣味で撮影してたものとか遊び撮影してたもの、まあ全部このカメラ。1台ずっと使ってて、正直言って僕このカメラめちゃめちゃ大好きです。で、まあ、2020年でこの α7-3 買うべきかっていう話について今回お話ししていこうと思うんですけども、2020年で α7-3 を買うかっていうと、結論から言って買った方がいいかもしんないし、買わない方がいいかもしんないっていう2つの選択があります。で、なんでこの2つの選択を言ったかというと、 α7-3 を今から買うって人たちは新品を買うんじゃなくて中古で買った方が正直言っていいかなと思うんですよ。で、なぜかっていうと α7-3 の次の機種、その α7-4 とかまだ公開されていないんで何とも言えないんですけども、 α7-4 という新しい機種が出るんではないかっていう噂も出てますし、まあそこら辺を言うと α7-3 の中古を買ってから α7-4 が出たら、まあ、それに乗り移るっていう段取りでやった方がいいかなっていう感じがあります。で、 α7-3 のいいところをお話しするとですね、まあ、まず光が少ないところで撮影ができるっていう利点があって、しかも写真もめちゃめちゃシャープに撮れるし、でなおかつ ISO 感度爆上げができるっていう感じなんですよ。なので東京の街並みとか夜の景色とか光が少ない環境で撮影したい場合は α7-3 めちゃめちゃ最強です。はい、これはもう断言できるところであって、動画に関する話だとちょっとね曖昧って感じなんですよね。で、なぜかっていうと2020年で動画にフォーカスしたいっていう人たちは α7-3 を買うっていうよりは BMPCC4K、 まあブラマジの 4K のカメラを買った方がそのコスパ的にもいいですし、そのクオリティの担保ができるんで、もし写真じゃなくて動画にフォーカスしたいよって人たちはぜひブラマジ4を買った方がいいかなと思います。で、逆に α7-3 は、まあ、もちろん写真も綺麗に撮れますし、動画も工夫さえすればめちゃめちゃ綺麗に撮れるんで、まあ、悪いってわけではないんですけども、まあ、Sログの話だったりとか、そのシネフォーの話だったりとか、その設定がいろいろややこしいんで、そのちょっとした設定ミスをすると全体のクオリティ、全体の映像のクオリティが影響するんで、ちょっと難しい部分があるんですよね。そんな機材がいろいろある中で、まあ、正直言って皆さんの身近にある iPhone が最強のカメラと言われてるんですけども、やっぱりクオリティを高めるためには、そのはいって感じですね。α7-3買った方がいいのかっていう話を少し話したんですけども、まあ、買うとしたら中古で買ってレンズを揃えて、まあ、α7-4 が出たらそれを乗り換える。で、もしくは動画にフォーカスしたい人は BMPCC4K とか、もうそういう動画だけにフォーカスしてコスパを重視するんだったら、そちらの方を選んでみてください。はい、ってことですね。今回の動画は少し短いんですけども、この辺で終わりにしたいと思います。ということで I'll see you in the next video and Kenji is signing out. Peace!